基地湖は、ロシア連邦ハバロフスク地方、ウリッチ地区最大の淡水湖で、アムール川流域の山麓に位置する。大き地湖、税とも呼ばれる。新朝時代は奇襲湖と呼ばれていたが、現代中国語では元住湖と表記する。周囲 280km、水深3から 4m 以内、面積 280km 平方メートル。アムール川右岸付近にあり、水路で結ばれる。 アイスキーワン、下木地、植木地といった水域に分かれる。マミヤ海峡との間は低く狭い土地で隔てられる。この定地を通る運河が計画中で、これにより、狭く危険で、長期間合流に閉ざされる、アムール河口を通らずに済み、経路も短縮される。文化6年、東土地方を調査するために、宴会集を訪れた、マミヤ林蔵は、木地港を経てアムール川流域に入った。 マミ林蔵は、キジコキチイコと記るし、湖岩には、石垣が多いこと、時には、湖水が半減することもあり、その際には、現地住民は、泥の上を、苦労して船を引いたアムール川を目指すことなどを、記録している。 http://www.diclib.com スラッシュ cgi-bin スラッシュ d1.cgi-l="ru&", ベースブロックガーゼニページショウッ and id="191 村上 1988", 127から128ページ。ありがとうございます。